この短時間で痛いほど後悔させてもらったわよね。うん、それがいいと思うのよさ。はい、ではこの小峰幸、小峰幸としてまた生活させていただきます。あんまりくだらないことで驚かせないでよね。うっさい。はあ、なんだかとっと疲れた。ねえねえ、何の騒ぎ？あ、なに？それ何？ちょっと、何よ、ねえ、学園茶って、お茶？なに？なに？待ちなさいよ！何よ、もう。あまねさん、私ならここだけど、そんなに慌ててどうしたの？っていうか、どさくさに紛れて呼び捨てにすんな。うん、それは許してほしいのよ。実は年上として敬っていないという本音がついこぼれてしまっただけなのよさ。余計悪いわよ。人の名前を大声で呼んでた理由は何？実は、アマ姉に女ってやつを教えてほしいのよさ。え？女？そうなの？はい、興奮気味のマキちゃんに代わって私が事情を説明しますと、先ほどロビーのテレビでアニメを視聴していたのですが、その次に始まった番組で女子力アップ特集という内容を放送していまして、その中で女性コメンテーターが発した「化粧は女のたしなみですからね」という言葉に感銘を受けたみたいで。話を聞いただけでその時の状況が目に浮かぶわよ。テレビの影響を受けやすいという現代っ子代表の私、ありがとうございます。だから経験豊富なアマ姉に化粧のやり方を教えてもらおうって話なのよさ。私もお化粧に関してはあまり自信がありませんので、ここはぜひ天音さんのお力を借りたいと。言いたいことは分かったけど、二人にはまだ必要ないと思うわよ、化粧。やっぱりバスト82センチ以下の私たちは女性としてカウントされないってこと？いや、そういうわけじゃなくて、化粧はもともと見せたくないものを隠すためにすることが多いからさ。まあね、目の下のクマとかそばかす、肌荒れとかそういうお肌のトラブルは女の子の天敵だから。だから、マキナやサッちゃんみたいにまだお肌がツルツルしてる子たちには必要ないってわけ。では、アマネさんは必要があるということ？
質問するわね、サッちゃんって。すみません。でもその通り、私はたまに肌が荒れちゃったりするから、ファンデーションをのせたりリップを使ったりしてるもの。そりゃしてないように見えるように気を使ってますから。だってユージ、化粧してる女の子ってあまり好きじゃないでしょ。だから気を使ってるんじゃない。でも私たちだってもう何年かしたら必要になってくるかもしれないのよ。それはそうだけど。とにかく私は今化粧がやってみたいのよさ。私からもお願いします、アマネさん。はあ、そこまで頼まれたらしょうがないか。いいわよ、もともと嫌だったわけじゃなかったしね。よーし、アマネーの承諾ゲットなのよさ。で、場所はどうする？人数いるとアマネの部屋じゃ厳しそうだし、ここでいい？うん。ああ。で、何街角で美人を見かけた時みたいな顔してるのよ。別に今日の私は普通よ。別に覗いてみたら楽しそうだったから出てきたわけじゃないんだからね。なんていうか、相変わらず分かりやすいわね、ミチルは。分かりやすくなんてないわよ、複雑よ。いいか、私も混ぜなさいよ。ふぅ、分かったわよ。一応この中じゃ一番うまい自信はあるし、この際まとめて面倒を見てあげるわよ。さすがアマネ、リッチの日本代表なのよさ。あんた、本当に人から物を教わろうって気があるの？往々にして。すっごく嘘くさいけど、どうせやるって決めたんだから、ついでに榊さんも呼んじゃおっか。あのね、アマネ、あの由美子がこういう催しに参加すると思う？思わないから、さっちゃんお願いね。はい、お任せください。で、どうして私は小峰さんに拉致されたのかしら。唐突だけど、みんなに化粧を教えることになったから、榊さんも道連れにしようと思って。道連れって。まあまあ、榊さんもこの機会に覚えておいて損はないと思うわよ。それはどういう意味？榊さん、最近お肌が荒れることが多いでしょう。どうしてそのことを？よく夜更かししてるみたいだし、ジャンクフードも好きみたいだからね。男の子の転校生もやってきたことだし、
今のうちに覚えておくと便利よ。わかったわ。つまり孤高のユニコーン榊も一人の女、そういうことですね。まあこれで天音ちゃんビューティースクールの生徒も揃ったことだし、早速講義を始めていくわよ。その間お兄ちゃんは何をしてるの？せっかくだからユージにはここにいてもらおうかな。どうしてその必要が？その方がみんな真面目にやってくれそうだから。あなたもいい性格をしているわね。ありがとう。というわけで感想があったらバンバン言ってくれちゃっていいからね。うぐ、ユージはただでさえ遠慮がないってのに。気が重いわ。それじゃあ早速始めていくけど、まずは化粧水でお肌に水分を与えます。ああ、それなら私も知ってるわよ。傷口の洗浄とかにも使われるやつでしょ。それって生理食塩水のことじゃない？でもお化粧にも使うんでしょ？使わないわよ。で、次に肌を守るために下地をのせていくんだけど、下地は毛穴を隠せたり、最近だと UV カットの効果なんかもあるから、用途に合ったものを選ぶようにね。ここで余談なのだけれど、アマネーが使ってる化粧下地はとても美味しそうな匂いがするのよ。だからって食べようとしたらダメだよ。ひひひ、実はもう実行済みなんでさ。で、その後に薄くファンデを塗っていくとこうなります。一番長く生きてるだけあってさすがにうまいわね。私も天音さんのカモフラージュ能力の高さには驚きました。なんか素直に喜べない褒められ方だな。そうそう、だからこの後は一人一人個別に指導していきます。なるほど。で、どう？マキナ、実際に化粧してみた感想は？よくわからないのだけど、なんか顔がパリパリしてる感じがするのよさ。まあ慣れるまでは違和感あるかもね。あの、私もできました。あ、私もできたんだけど。こんな感じでいいのかしら？いい感じいい感じ。みんなここまではちゃんとついてこれてるじゃない。じゃあ次はアイラインとかつけまつげとか、そういうのを個別に指導していきますからね。
それじゃあみんなの上達ぶりをチェックさせてもらうわよ。なんとか形にはなったけど、教えられた通りにできているかどうか。誰でも最初はうまくいかなくて当然なんだから、そんなに緊張しなくてもいいのに。そうよね。というわけで、同意してくれた榊さんから見させてもらうけど、どう？自分でうまくできたと思う？一応習った通りにやってみたつもりなのだけど。あ、すっごく上手にできてるじゃない。ユージもそう思うでしょ？よかった。じゃあ次は不安がってたミチルね。とテーマはザ・ツンデレなんだけど、とってあんたこれまつげいくつつけた？ん？ほんの5個くらいだけど。明らかにつけすぎだし、重みで目が半分くらいしか開いてないじゃない。じゃあユージはどう思ったのよ。化粧全否定。じゃあ続いてマキナ行ってみよっか。うっす、お願いします。ごめん、これはどういうテーマ？私はアマネーの出身地でもある京都に目を向けて、京ガールをイメージしてみたのよさ。私、おしろいなんて持ってたっけ？ほ？これならサッチンが5分で用意してくれたのよ。ああ、なるほどね。でもこれって舞妓さん限定のメイクよね。じゃあこのお化粧はなしということで。実に不本意な結果なのよさ。じゃあ最後は一番安心できそうなさっちゃんで。小峰さんの化粧は私も気になるわね。サッチーはいろんな金型を作る職人さんの間に生まれた娘だけあって、こういう細かい作業は大得意なはずなのよさ。もはや確認するまでもないわね。というわけで、さっちゃーん。はい、うまくできている自信はないのですが。って、いや、ま、それはそのさっちゃんがかわいそうだから。え？あ、うん、なんでもない、なんでもないの。あ、はあ。皆さんそんなに青い顔をされてどうされたんですか？え、いや、それはほら、なんというか、これも化粧のせい？なるほど、
お化粧にはそんな効果もあるんですね。今度その方法も教えてほしいです。そうね。あと私まだメイクの落とし方を教えてなかったから、とりあえずメイク落とそっか。それは構わないのですが、まだ風見さんの感想が。いいのいいの、あいつにはまた今度見せればいいだけなんだからね。欲しがる女は疎ましがられるものなのよ。うん。ちょっとユージ、もうお弁当広げちゃったのにどこ行くのよ。それってどこら辺になるんだっけ。アルゼンチンなのよさ。って、昼休みにどこまで行く気や、あんたは。本場のドゥルセデレジェでも買うて食べえや。風見さん、ねえ、ゆうちゃん。お昼を食べないんですか。ダンボール。あ、確かに今の私はダンボールと言っても過言ではないかもしれません。ですが厳密に言うとダンボールではないと思います。材質の話ではなく、私は幸です。小峰幸です。忘れられたわけではないようで一安心です。だとしたら FBI でしょうか。近いです。あまねさんがそう呼べばユージは絶対返事するからと。他に質問はありますか。9月23日です。と驚く大型です。白と青のストライプです。部屋にあるチェストの1段目の引き出し手前側です。
午後の授業で使う教材を多目的教室まで運んでいる途中です。お気持ちはとても嬉しいのですが、これは私が頼まれた仕事ですし。それはその通りなのですが。なるほどです。それは心配いりません。私の体は風見さんを欲しています。教室までお願いします。はい、そこで大丈夫だと思います。その指示は受けていないですが、授業が始まれば必ず講師の方がやることになると思うので。いえ、そんなことはありません。はい、風見さんのおかげで予定より早く終えることができました。ありがとうございます。風見さん、お昼は取らなくてもいいんですか？私はここで食べようと思っていました。もしかして私の食生活が気になってしまいますか？それはおかしいです。私はちゃんと風見さんの前でお昼を食べていましたよ。それは困りました。もしかしたら風見さんは頭の中で萌え萌えキュンな小峰幸像を作り上げてしまっているのかもしれません。とどまることを知らない風見さんの想像力が怖いです。これです。胸の谷間です。
天音さんが以前女の子のここは秘密のポケットなのよと言っていましたし、わかりました。もういいですよ、風見さん。いえ、買ってきたものではなく手作りです。はい、オーブンレンジさえあれば割と簡単に作れるので。しかも本を読みながらでもお掃除をしながらでも食べられます。とても便利です。それを解決するために各種サプリメントを砕いて混ぜ込んだものをこちらに用意してあります。右からセサミ、マルチビタミン、ベジタブル、アカマムシです。そうですね、フランス軍個人用戦闘糧食並みの味にはなっていると思います。よければ風見さんも食べますか？はい、簡単にたくさん用意できるので急なお客様への対応もバッチリです。ちなみに今朝焼いたサクサクくんと一日寝かせたしっとりさん、どちらがいいですか？今日の分も美味しく焼けていると思います。恐縮です。ペコミです。食べてみますか？
カサミさん、見かけによらずウブですね。ちょっと意外です。個人的にはかなりおすすめのフレーバーなのですが。風見さんにも気に入ってもらえてよかったです。もしかしてあまりお口に合いませんでしたか？それにしては怖いくらいに真剣な顔をされていましたけど。もし洗濯物や掃除のことで悩んでいるなら、私でもお力になれると思いますが。では…もしかして私、今、夜のお誘いを受けたのでしょうか？するという言葉にはそういう意味が含まれている場合があると本で学んだ記憶があります。なるほど、そういう意味だったんですか。それなら私も風見さんと仲良くしたいです。はい、
してないんだけど、明るい気持ちだったのにすごく陰鬱な方向に引っ張られたような気がして。あんた何もしてないわよね。何もしてない。調子狂っちゃうわね。なんであんたが謝るのよ。やっぱり何かしたの。それがわからないから困ってるんでしょ。とにかく許さないからね。自分の態度が相手に反映されるってこと？何？どういう意味？よくわかんないんだけど。
きなり首の後ろをチョップして、もし気絶でもしたらどうするのよ。いや、だからそれが目的で。あ、空飛ぶ円盤。え、どこに。いや、あいだ。だから何なの。あ、おかしいな。衝撃が走るとなぜか蛇行になるのよ。っていうかユージ、あんたマキナを止めなさいよね。ああ、空飛ぶんでげ。え、んでげって何。いやあ、うなのか。それはチルチルに悪いことしたのよさ。ううう、首の後ろがズキズキする。あ、そうだ、あっちの方法は。チルチル、顔が真っ青になってるのよさ。それどうやんの。あ、そっか。チルチル、ごめんよ。別に謝ってほしいわけじゃないんだからね、と言ってるのよさ。ズハー、いい加減にしなさいよね。なんでグーで腹パンしてんのよ。おろしき。そうじゃないのよさ。私はただチルに素直になってほしくて、そうしたら可愛い女の子になるんじゃないかなって。私はこれでやってるんだから邪魔しないでよね。どうかなさいましたか。あ、サッチ、それがね、チルチルが気絶してくれなくて困っているのよさ。気絶、後遺症が残ってもいいのであればではあるけど。いやいや、気絶してロープで縛る、それが今のチルチルには必要なの。なんもかわいそうなことはないの、むしろいいことなのよさ。いいこと。なるほど、それなら気絶させなくちゃいけないね。そうなのよ、サッチン、頼むのよさ。な、何よ。後遺症がダメだ。ではここは一つバールのようなものでこじ開けてみましょう。
です。では、皆さん少々お待ちください。バールのようなものを用意させていただきますので、そうすれば激しい痛みできっと気絶するはずです。何もしていないのに気絶してしまいました。はい、そうですね。では私はここで失礼させていただきます。何でしょうか。それは、バールです。だったらバールでいいのよさ。なんでのようなものをつけ出すの。出るかなと思いまして、雰囲気が。それでは失礼いたします。疑問は解けたけど、なんだか釈然としないのよさ。ひとまずロープで縛ってみるのよさ。ロープ。はい、ジュートナは。わあ、ありがとう。縛るときに縄の表面がトゲトゲして痛くないようにちゃんと蜜蝋でなめしてあるから大丈夫だよ。それじゃあね。サチンは用意周到すぎてたまに怖くなるのよさ。ではぐるぐるのぐるぐるポレポレのポレポレ。できるような状態じゃないと思うんだけど。本当に誤解なの？ねえ、友人そうでしょ。あんたからも何か言ってよ。風見くん、これもしかしてあなたがやったの？
イリスさん。そんな趣味の上に女同士で。違うわよ、友人。なんでそんな誤解を招くような言い方を。イリスさん、それは本当なの？何度も叩いた後に縛ってやったのよさ。そう、その個人の趣味にとやかく言うつもりはないけど、公共の場所では遠慮してほしいわ。ここは学校でしょ。それより先にあんたに文句があんの。するけど、その私のせいで才能の芽が摘まれたみたいな表現やめてよね。本当に最低なんだけど。今度あんたのことを縛ってやる。